どうもこんにちは、ギャラクシックスのガです。今回のテーマはこちら、ご機嫌コントロールというお話をしようかなというふうに思います。皆さんご機嫌ですか？僕今はご機嫌ですでもこのご機嫌コントロールっていうのができないと、まあうまくいかんなっていうことが、それはビジネスでも生きてる中でもっていう形で、僕はもうもともとね、不機嫌な時は不機嫌やったし、そんな上司に育てられました。当時ね、朝会社行ったらもう朝から機嫌悪いに、もう嫌やん、こんなんいません、そんな人周りに。これって良くないな、朝イライラしながら貧乏ゆすりしながらカタ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 してるみたいな、そんな上司って嫌やし、僕はなりたくないなと思ってたけど、僕もそういう時があったから周りがついてこなくなったっていうのが実際あるんですね。それ以降ちょっとできるだけ自分のご機嫌はコントロールしないといけない、そんなテクニックじゃなくて意識していることみたいな、もう簡単なことですけども、それを解説しようかなというふうに思っております。以前こんなツイートをさせていただきました。大人なら自分の機嫌くらい自分で取れて当たり前です。誰かに機嫌を取ってもらえないと不機嫌になって、他人に八つ当たりするようではまだ子供、不機嫌になって何の関係もない人たちにまで不快感を与えるなんて論外です。いつも機嫌よく周りの人たちを笑顔にできる人は周りからも大切にされます、というお話で、これは僕が全部できているわけではないです。あくまでこれは僕がね、まあ、持論として発信してることやから、僕は常にご機嫌かどうかって言ったらそうでもないけども、割とご機嫌です。このコントロールをしてるから、やっぱり危害は加えたくないし、やっぱり自分の機嫌の都合によってね、自分の都合で人に危害加えたり不快感与えたりっていうのは別に良くないから、これは僕は意識して、うちの社内社員にもこれは伝えたりするようにはしていることを並べさせてもらおうかなというふうに思ってます。まずね、僕が思う不機嫌にならない理由とかテクニックとか考えてることっていうのが、まずは基本的に冷静にならないといけないんですよ。冷静じゃなく、もう自分の感情だけで動いてしまうともう無理です。でそれを八つ当たりするとか、もう一番 NG なんで、なんかこう嫌なことあるから人って不機嫌になるわけなんで、その嫌なことに対しても冷静にちょっと判断する、もっと言えば簡単に言うと、もうグッとこらえて、もう10秒ぐらいちょっと無になるみたいな、もうでもこれ極端に言いましたけども、これぐらい冷静になることが非常に大事かなというふうに思ってます。で考え方として、次のステップが、怒ったところで何も解決しないんですよ。怒って治るんやったらそれはそれでいいねんけども、大半のことが起こることによって解決することはないんですよ。もっと言うと、起こることによって二次的な被害とか、また三次的な被害が起こるに決まってるんですよ。これビジネスでも、もう会社でもね、家でもプライベートとかさ、家族でも絶対そうなんですよ。不機嫌なことに対して誰かに八つ当たりして、またその相手を不機嫌にさせることによって、また被害が拡大していくっていうのがあるから、絶対に自分の感情向き出しでは行動しない。冷静になってね、一回ちょっと10秒くらい目閉じて無になってみて、残っても無駄やなっていう感覚をはもう絶対もう思い出させて、ちょっと絶対あかんから、それやったらあかんっていう前提で、あえて笑ってみると。これめっちゃ気持ち悪いけども、これ僕ほんまにやってるんですよ。あえて笑う。もちろんその不機嫌になる原因のことを考えてしまったらイライラする時もあるから、基本的にはそれでまた別のことを瞬時に切り替えて考えて、あーなんかおもろいなとかね、別にほんまに例えば極端に言えばお笑いのこと思い出してもいいし、別のことを考えて、自分がおもろしろくてクスクスってなるようなことを考えることによって、この不機嫌の原因っていうのはね、取り除かれるんじゃないかな。その軽減できるよね、本当に。これがないとこのご機嫌をコントロールできない。僕基本もう100点やなって思う人っていうのは、ほんま常にね笑ってるんですよ。ずっと笑っててイライラすることもいっぱいあると思うんですよ。あるけども、なんかもうそんな人ができてしまうと、すごい人になってしまうと、多分そんな概念がなくなるでしょうね。自分の機嫌は自分で整理する、自分でコントロールする。これ僕最近はね、会社に出てやっぱ特にこの2年ぐらいは考えるように、意識するようにしているので、そうすることによって、周りの環境、周りにいてくれる人たちが居心地よくはなってくる。そこの環境を作ったりとか、例えば家でもそうかな、そういう環境がみんなが作り合えたら、ご機嫌コントロールできる人たちがみんなでね、組織や集団でおったら、みんながこう働きやすいというかね、居心地が良くなるっていうのは、このコントロール次第で、もう誰かに八つ当たりするとか、感情むき出しで攻撃するとかっていうのは、一番やったらあかん、怒っても解決することないみたいな、そんな形で僕はご機嫌をコントロールしていって、することによって、僕はもう今の会社、めちゃくちゃみんなが居心地良くはなってきてくれたんちゃうかなっていうふうに思っています。これはみんなでやることなんで、みんなが意識しないとできない。いい環境を作るんだったら、このご機嫌コントロールを真似される、参考にされるっていうのはいいかもしれません、というお話をさせてもらいました。ということで、ギャラクシーブックスの加藤でした。また。